そろそろピンクみあ青いよー、あーブルーアーカイブだ。あっ、僕にはわかります。もう見えてる、ブルマがね、もうこの辺ぐらいまで見えてる。頼む、ここだ、来ただろう。初回の10回目で10連で体操服ゆうかちゃんが出ますように、かしこみかしこみ申す。どうだ、アラナちゃんお願い。なんか不穏な色してたけど、どうですか。あーあ、やはり20連目ですね。まずはチケットだからね、お財布ノーダメージなんで。アラナちゃん頼ま、お願い、どうですか。なんか、色は残念だった。ああ。そろそろピンク色見せてくれてもいいんじゃない？もう石砕くんですから、今から。アラノちゃん頼ま。お願い。どうですか？なんかまた、青い。ああ。そろそろ。ピンクみ、あ、ああ、アラナちゃんどうですか。そろそろ振り向いてくれませんか。あ、なんか色が今変わったぞ。一枚来てる、やったか。頼ま、お願いします。どうだ、全然違う学校の名前が見えた。誰だ。でっか、教育支援部売価園の教官シュンです。シュンさん、うちの子たちをよろしくお願いいたしますね。せんせい、なんか色っぽい人来た。頼ま、また色変わってくれ。アラナちゃんお願い、どうですか。お、なんか光ったよ今。ピックアップの体操服を、あ、ここだ。誰だ、あれ、なんかさっきと同じ学校じゃない？え、うん？何なのだ。さやさん。せっかくの休日だったのに、まあ先生の呼び出しなら仕方ないのだ。さや（かっこ私服）、普段の格好知らねえんだけど。キャラクターボイスが強すぎるんだけど。70連目いきます。アラナちゃん頼む、この調子でもう一回色変えてくれ。ピンクに。あ、青い。あ、あ、あ。なんか色変わってくれ。うわ、金は多い。怪我をされた方はいらっしゃいますか。お願い、色変わってくれ。アラナちゃん頼む、青い。青いよー、あー、ブルーアーカイブだ。え、あれ、なんか今別の色が混じってなかったか。素晴らしき色が混じってなかった。ゲヘナ学園、来た、ここだ、頼む。活動的かつ合理的でしょ。あ、え、まさか、あれ、健全な精神を、健全な精神を育成するべく肉体を育む、その行く道にご加護があらんこと。僕、ピックアップ間違えてた？間違えて、マリちゃん引いてましたかね、これ。あれ？いや、なんか嬉しいはずなんだけど、なんだこの、肩透かし感というか、間違えてたのか。あれ？マリちゃん？体操服とシスター服姿両方出会いに来たのか。どうなってんだ、君。え、いや、こっちだよな。
でも100連突入する前にさ、もうこっちのピックアップの子が出てきたっていうのはかなり幸運なんじゃないか。大丈夫かな？明日僕車に敷かれたりしないよな。アラナちゃん頼む、もう少しだぞ。頼む。青いよ。青い、青い。やばい。世界の修正力が運を収束させようとしている。頼む。アラナちゃん頼む。うわぁ。振り向いて。頼ま、アラナちゃん。そろそろ体操服の湯、青いよ。どうしてこんなに青いのか。あるよ。昇格したよ。キャッ。お願い。体操服着てくれ、ゆうかちゃん。あれ？うん。はい。誰だ？おいおいおい、今日はなんか早めに引けて優雅に寝れるかと思ったら、こんなことになるのかい？アラナちゃん、頼む。そろそろ頼む。お願い。青くなかったですか、今。ああ、ここできた最低保証。ひどい。頼む、アラナちゃん。前回はここで来てくれたよ。どうですか？青い。青すぎる。頼ま、お願い。アラナちゃん、頼む。まだ参る。まだ参る。頼む、もう、理性も情熱もあるんだから、そろそろ、190連目ですよ。もう次、天井だよ。青。青すぎんだろ。上がって、と。上がった。延長ですね。上がりましたよ。これが配信者の運命力じゃ。約3ヶ月ぐらい助走して配信してきた人間の運命力じゃい。これはね、ここまでフラグが立ってるんで、もうこれ体操服ゆかちゃんです。この昇格は体操服ゆかちゃんだろ。僕にはわかります。もう見えてる。ブルマがね、もうこの辺ぐらいまで見えてる。頼む、ここだ。来ただろ。じゃなかった？劇的すぎたよ。どう考えても来る流れだったと思うんですが、ダメなのよ。これは芸人のオチなのよ。うわーでっか。うわよし、じゃあ行きましょう。200連目。頼む、アラナちゃん。最後なんだぞ。お願いします。そろそろ、青いよ。最後の最後まで青いよ。最後の最後まで。結局こうなるのか。いやでも、ブルーアーカイブっていうゲームに、この天井っていう概念があってよかったな。本当に地獄を見るとこだったよ。体操服ゆうかちゃんを呼び出すですね。行きましょう。これがゴールだ。準備万端です。よし。今日の私の計算にミスはありませんよ。ゴールだ。やっとこさゴールでございやす。さあ。結局やはり課金からは逃れられなかったか。